どうして自分は白黒なのかっていうことをですね、アハ体験してもらうってことがすごく重要なんですよね。はい、おはようございます。早稲田メンタルクリニック店長増田祐介です。今日は完璧主義とリセット癖ですね、人間関係リセット癖、まあ仕事のリセット癖、何でもいいんですけど、もう嫌になったら全部、もういいって言って全部切っちゃう、もう全部なかったことにしちゃう、リセットしちゃうっていう癖ですね。リセット癖って言いますけど、を直す方法について解説してみようと思います。まあ何度もやってるテーマですね。完璧主義はどうやって直せばいいんですかとか、人間関係リセット癖がある人はどういう人ですかとか、まあ何度も動画で撮ってるんですけれども、まあ久々にですね、このテーマでお話ししたいと思います。で、完璧主義な人ってどんな人かっていうとですね、まあ例えば仕事が終わらない人ですね。もう仕事完璧にやっちゃう、もう細かいところもやっちゃう、だからもっといい加減にしなよとかいろんな人に言われても、いやーっと言ってできない、断っちゃうね、でいい加減ができなかったりとかする人ですね。だから残業してやっちゃったりするような人ですね、例えばね。でまあイライラしちゃって孤立化したりとか、まあ時にはですね、人を攻撃的になったりとか、イライラしちゃうからもう人とは付き合わないとかしちゃうとか、まあそういうのがあったりします。でもう人間関係もね、もう嫌になっちゃって切っちゃうとか、なんか嫌なんだよね。だから結局ちょっと汚れたものとか、ちょっと傷ついたものをまあ大事に使うっていうのは、まあ生きるコツなわけですよ。なんか別にその毎回毎回新しく買い直してたらキリがないんで、まあちょっとね、あんまりね、あれでもまあしゃあないなと思って使うのが、まあ庶民のね、考え方なわけですよね。僕もそうですよ。なんかもうね、ボロいもん使っちゃうもんね。もう10年ぐらいね、買い替えないとかたくさんありますからね、本当に。そんなものいっぱいあるんだけど、まあ、それはそれなんですけど、まあ、とにかくそれが許せない。もうとにかく新しくもう一回やり直しちゃうとか、そういうのを、完璧主義とかリセット癖とか言ったりします。で、精神医学的にはですね、まあ、白黒思考とか言ったりしますね、そういうもの。白か黒かしかない。もう敵か味方しかないとか。まあそういうの白黒思考とか言ったりして、まあ認知行動療法的に治療していきましょうよと。認知行動療法ではですね、うつ病になりやすい人は白黒思考がありますよとか、敵か味方しかありませんよとか、グレーゾーンというのができないとか、ほどほどに頑張るとかできないとかを白黒思考とか言ったりするんですけど、まあ0100思考とかも言ったりするかな。直しましょうとか言ったりしますけど。まあ実際にはですね、うつ病以外にも、発達障害の人とかですね、境界性人格障害とか、の方とか、まあアルコール依存症とか、ギャンブル依存症、摂食障害、まあ各種依存症の人とかにもよく見られる、白黒思考と呼ばれる、特徴ですね。まあ大体悩んでる人っていうのは白黒思考であることが多いですね。もうざっくり言いますね。なんか、そう、これが白黒思考じゃない人の考え方です。もうざっくりしてる。だからいい加減なんだよね。だからそれがいいか悪いかまあ別ですけれど、まあ白黒思考というか、かっちりした方がいいこともいっぱいありますけれど、まあそれだけだと息苦しいので、まあきちっとするところはする、しないところはしないのメリハリが第一というか、うん、でもメリハリって言うと白黒思考になっちゃうしね。まあまあ基本緩い方がいいと思いますね。はい。で、なんか雑談が多いですね。これですね、半年前どんな風に僕説明したかっていうと、ちょっと動画を見直したんですけれど、まあ白黒思考になるにはこういう本能が隠れてんじゃないかみたいなことを言ってましたね。例えば分断本能ですね。だから人間っていうのは、たくさんの情報を扱うのは苦手なので分けちゃう。白か黒か、敵か味方に分けて、分けることで、認知しやすくなる、扱いやすくする、情報を扱いやすくするっていうのを、すると言ってます。プラス単純化本能ですね。単純にするっていうのが結構人間はしたいんですよね。だから敵か味方にしたいんですよ。でも実際世の中っていうのは敵か味方じゃ分かれないんですよね。味方であっても信用しきれないところはあるし、信頼してもいいけど、信用してもいいけど信頼しちゃダメだとかね。いろいろありますよね。敵だと思ってもやっぱり手を組める部分もあるし、いろいろあります。だから単純化しちゃいけないんだけれども、単純化しちゃうみたいな。単純化して考えたい。もう疲れてるとですね、どんどんもう分断して単純に考えたいんだけれども、それではダメなんですよね。
あと犯人探し本能ですね、人間は誰かのせいにしたいんですよね。もしくは何がこれの原因なのかっていうのをはっきりさせたいという欲望があるんです。でもね、世の中原因なんかね、わかんないんですよ。原因があったとしてもそれはたくさんの原因から成り立っているので、何かが起きている時っていうのは、1個や2個じゃなくて10個20個30個とですね、複合的にあるので、責任は見つけられないんだけれども、さもそれが責任のように言いたくなってしまうという本能があります。だからそういうの本能があるので、まあ気をつけましょうよということですね。だから、世の中っていうのを分断してカテゴリーなもんじゃなくてスペクトラルなもの、そういうふうなものってありますよと。単純化して考えそうになるので単純化しちゃいけないし、責任を一つのことに押し付けないことが重要だったりしますよと、いうことを述べました。で、じゃあどうやってその完璧主義とかリセット癖を直せばいいのかっていうとですね、まあ一つは視野を広げるってことですね。で、視野を広げるっていうのはどういうことかっていうとですね、まあこれ Google マップを真似て、イメージして書いたんですけど、とにかくこう、ほっとくとですね、こうなっちゃうんだよね。こうなって、で狭いところしか見えなくなっちゃうんだよね。で狭いところでこうやってこの Google マップを動かすように見るから、なんかこっちを見てるときはこっち側が見えなくなるし、こっち側に目を移したらこっち側が見えなくなっちゃうんで、結局極端なことになりやすいと。だから引くことが大事なのね。引いて全体的にものを見て、まあ地球ですけどこれはああだいたいここら辺かなと、全体像を見たとしてまた近づいてみて、でここら辺を見てっていう形をしなきゃいけないんですね。視野を広げる。でこうやって視点をですね、上下させていくとですね、だんだんこう、視野が少しずつ広がっていきますから、これ山手線ですね、はい。そういうのが大事ですね。だからこうな、視野っていうのが狭いので、こう近づいたり離れたりすることで、だん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 この訓練されていって視野が広がっていきますから、そういうことをしていきましょうという例えでございます。まあ、結局白黒思考っていうのは、そのバリエーションに耐える力がないってことなんですよね。だから分断して考えないと疲れちゃうから分断したくなる、単純化しないと疲れちゃうから単純化したくなる、責任を一つに押し付ける方が楽だから責任を一つに押し付けたくなっちゃうんだけれども、それをもうちょっと体力をつけていくと、分断の数が増えるし、単純化の数も増えるし、責任っていうのも複数あるってことを受け入れられやすくなるので、視野が広がっていくということでございます。うん。で、ですね、この、じゃあもう一個ですね、白黒思考を和らげるにどうしたらいいのかということですね。開業当初にですね、僕白黒思考を和らげるためのワークブックっていうのを作ってるんですね。作ってホームページに載っけてるんですけど、まあ、これね、あんまり使われてないので、久々に紹介しようかなと思います。で、これ、印刷したんですけれど、これは、リンク貼っときますので、PDF にしてますので、もしよかったらご利用ください。で、別に大した、ことじゃなくてですね、やつじゃないんですけど、これは、まずですね、どうやって使うかっていうと、まず今の気持ちを書くんですね。今の気持ちを書くと。で、それが大体白黒思考という、になっているので、ちょっと冷静にですね、今何が起きているかという状況を書くんですね。で、どうしてそういう状況になったかという根拠を書くんですね。で、今度は反対の意見を書くんですね。できるだけポジティブに反対の意見を書いてみて、で、これとこれの折衷案を最後に書くっていう、まあ、ワークブックになってます。具体的に言うと、例えばですね、白黒思考だと、仕事のミスをしてしまって、今日は上司に怒られてしまったよと。自分は生きていて仕方がないんだと思うわけですね。で、そういう思いで、まあ、バーッと思いを書き残すんですよ。で、ちょっと一息ついて、状況を確認するんですね。で、今日は忙しくて、いつもはやっている確認作業を怠ってしまったと。そのせいでミスがあって、周り迷惑をかけたという状況だったと。で、じゃあ、どうして、自分は生きていても仕方がないと思ったかというと、根拠は、まあ、確認作業を怠ったのは自分の甘えだからだと。で、周りも、周りの人も自分のせいで残業になったから自分を嫌ってしまっただろう。だから自分は生きていても仕方がないんだという根拠を書くんですね。で、次は反対の意見を書くと。忙しくなったのは、まあ、そもそも上司のスケジュール管理が甘いからなんだと。で、
で、周りの人は嫌ってるんじゃなくて、そのミスは誰でもあるし、慰めてくれる人もいたから、みんなが嫌ってるってことはないな、ということがわかるんですね。で、書いてみると。そうすると、まあ、グレー思考ですね。白黒じゃない思考。まあ、たまにあるミスだから仕方がない。少なくとも死ぬ必要はないだろう。もう少し待とうとか考えたりするということです。まあ、3、4年前での僕が作ったやつなんで、ちょっと荒いなと思いましたけど。いや、成長はないですか成長ないかもしれないですけど。まあ、そんなことを作ってますね。まあ、これは認知行動療法の一つのやり方なんですけど、まあ、それをですね、ちょっとパクって、ちょっと自分なりにアレンジして、作ったってやり方です。まあ、とにかく今の気持ちをバッと書き残してみて、で、状況判断と根拠と、で、逆の意見を書いてみて、妥当的なことを書いてみるってやり方ですね。まあ、いいと思います。で、まあ、少しずつこれをアレンジして自分なりにやっていくといいんじゃないかなと思いますね。で、こういうのをですね、セルフ CBT とか言ったりするんですけれど、まあ、実際、その、使われなくなったっていうのもありますけど、やっぱりなかなかね、これだけだと、自分でやるだけだとやっぱりうまくいかないなっていうのはあります。だから、重要なのはですね、まあ、これを使いながら、どういうふうに体験してもらうのか、どうして自分は白黒なのかっていうことをですね、アハ体験してもらうってことはすごく重要なんですよね。だから、まあ今 YouTube を見てもらっているっていうのもアハ体験の一つになるかもしれないし、アハ体験になるまでの一つの準備段階かもしれないですね。で、こういうふうに書いてみるっていうのもアハ体験につながることもあればですね、直接それがアハ体験になることもあれば、準備段階、準備として役立つこともあるので、まあ重要なんじゃないかなと思います。で、これをですね、まあ一回やるんじゃなくて、毎日やったりとか、何枚もやったりすると少しずつですね、視野が広がってきますので、こういうのも、利用してもらえればなと思います。はい。ということで、今回は完璧主義リセット癖について、解説してみました。では、以上でこの動画があります。もしこの動画を見て良いと思ってくれた方は、グッドボタン、おびチャンネル登録、あとシェアの方よろしくお願いします。ではまた。